オッケー。オッケー。うん、準備いい？オッケー、いけるよ。よし、行こうか。ちょっと待ってな。はい、ちょっと待ってます。はい、よーい。はい。どうも、峰俊二です。本日はこちらのお部屋を紹介していきまーす。さあ、どうぞ、ゆっくり上がってくださーい。さあ、どうですか？机綺麗でしょう？これね、結構な多分、アンティークですよ。超綺麗。あ、鹿の模型が置いてありますね。ちょっとね、西洋風なお家なんですよ、これ。どうですかこれ。そうだ、正面からも撮ってください、これ。ね、よくできてるでしょう。これ一個あるだけでね、もう壁がね、もう本当にもう、西洋風の、あ、いいお家だなってなりますよ。さあ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 。それに、この部屋。何畳あんのってくらい広いお部屋でしょう。これ一人暮らしにしてはね、もう贅沢すぎますよ、これ。見て、それに、おっきいソファ。うぅー！これはね、落ち着く。いやー、マジ。ここで寝てって言われても、やったーってなるぐらい。超いい。イエーイ！いや、最高、マジ、このソファーは。超いい匂いする。超いい匂いする、このクッション。うわ、最高だ。ちょっと、押し入れの、あ、いいの見つけたね。これね、めちゃくちゃね、有名な画家が描いたと思われるような作品です。多分。いや、でもいいでしょ、これ。1億って言われてもさ、あ、それぐらいしそうだなってなるでしょ、これ。超いいんですよ、これ。おすすめですよ。さあ、じゃあ、収納の方も見ていきますか。さあ、オープン！どうですか？こんなに入るんですよ、この収納。服もね、もう、200着はかけれるね。これはね。あら、布団もたくさんあって。これね、夜開けましょう、これは。さあ、ここ。お！いいエアコンと家電揃って、中身を。お！ゲーム機！いいねー！これはもうね、ゲームし放題。もう最高、これは。もう、毎日ゲームできる。そして、4K のテレビ！超大画面！これはね、これ1台あったらね、もう他何もいらないってぐらいいいからね、これ。いや、いいし、おい、ゲーム機！また見つけました。Wii！ パーティー用ですかね、もう。こんなにコントローラーいるってぐらい4つありますからね。これ最高の休日過ごせそうだな、これ。これはおすすめ、マジで。窓も大きいし、ほらね、これ。これドライヤー。これね、めちゃくちゃいいドライヤーだから見て。イオン。イオンって書いてあるでしょ。これイオンが出るね、ドライヤーなんだ、これ。すごい。え？あ。マジか。やば。え？あー、マジか。え？待って。え？今日そうじゃなかったよね。違う。いや、違うでしょ。え、誰ですか？え？待って。やばい。確認したちゃんと。いや、確認して、俺確認してたよ。でも、スケジュール見てたけど。いいか。お前、このまま行こう。このまま撮ろう。このまま撮ろう。このまま行く？撮って。はい、こちら。このお部屋に住まわれてる、本間理沙さんでーす。どう？スタイルも良くて、綺麗でしょう。本間知ってるんですか？ねえ、よく見て。はーい。じゃあ、こちらの、本間理沙さんと、こちらの鍵、それから住所がついて、合計で50万円となってます。それでは、詳しく知りたい方、僕の方に DM、じゃんじゃん待ってます。勝った！オッケー！よし、行こう！